おはようございます。今日は5月20日日曜日です。クイクイクイ。お腹を撫でると。Go。今日はここ、下井草駅、ここを起点にして、走りたいと思います ここは下井草南口の商店街ですね。で、いつもはこのまま、右手の方に曲がっていくんだけれども、今日はちょっとしばらくどこまでこの、西武新宿線沿いの道を行けるのか行ってみたいと思います。行ったことのない道を行くっていうのがいいんだよね。なんですが 新宿線沿いの道はここでおしまいと。じゃあここから、南じゃないや、南でいいのかな。上下左右東西南北の感覚がよくわからない。で、今日は日曜日なんで、ちょっと時間も、差し迫った用事もないので、結構自由に動いてみたいなと。実は昨日、19日の、サイクログ途中で終わったんですよね。上草市みたいな、下井草の駅の、踏切のところで、それで終わってるんですけども、実はあの後ずっと、石神井草と文化館まで撮ってたつもりなんだけれども、ストレージフルでそこが記録されていなかったという、残念なことになってますね。道はこっちの方がいいね。いつもバス通りの方を行ってたんだけれども、それよりもこっちの方が全然いいんじゃないですか。そして昨日と打って変わって今日は、雲がぷかぷか浮かんでる、いい天気。この空の綺麗な青をからぐれで出したいな。でもこの辺はちょっと道がデコボコしてる。で、そこで早稲田通りに出るわけだね。はいはい、ここですね。よいしょ。じゃあ今日は青梅街道に出ずに、この早稲田通りをしばらく行ってみることにしようかな。青になった。
なんかいいラーメンの匂いがしてきた。下井草を今日起点にしたのは、その昨日のね、取れなかった下井草からの、まあ、やり直しというかリルートですね。はい、ここはもう阿佐ヶ谷北。そう、昨日はね、阿佐ヶ谷に来たところで雨が降り出したので、仕方なくそこで、大向街道を降り立つとなったわけですが、今日は天気がいいので、もっと先に行こう。まあ、病み上がりなので、少しずつ距離を伸ばしていく、で昨日は13キロ行ってたのかな。で今日はまあ20キロぐらい乗れればいいかな。ただサイクログもあんまり長いと嫌われるし、何より編集レンダリングが大変なので、その賞味時間は30分ぐらいに切り上げておいて、このこれまで行ったことのない道を、No one has ever gone before っていうやつを、まあ No one って自分が行ってないだけなんだけども、最近行ってないだけなんだけど、そこを行ってみようというふうに思ってます。で昨日のバックスペース FM はずっと、オキラス GO の話ばっかりだったんで、まあ、自分の、この YouTube 動画ので今どういうふうに試行錯誤してるかとか、そういう話は全然できなかったんだけど、まあここで喋ってるからいいかなと。でここ何回かガーミンのバーブエディットを使った、G メトリックスという、まあ、速度計とかね、さまざまなメトリックス、数値表示、これをどういうふうに同期して出すかっていうところを、まあ、上原さんはじめ、とか山ちゃんさんはじめ、こういろんな情報をね、いただいて、それで少しずつ改善してってるつもりなんですけども、で昨日、もうストラバから吐き出した GPS データの、ログ、これを使ってガーミンのバーブエディットとこの G メトリックスをオーバーレイさせる、まあ、それにうまくはいったんですけど、
まあ、GP 所詮は GPS で計測した、速度表示なので、そのリアルタイムできちんと取れてるわけじゃないですよね。で、推定値ということもあって、実際は、自転車が止まってるのに、速度計では5、6キロ出てたりとか、せっかく、速度計を出しててもあまりリアリティがない数字になってるという問題があって、そしたらですね、上原さんが、コメントを出してくれて、じゃあ再婚というか、センサーで、直接ストラバにデータを送り込むこともできるよと。で、それを使うと、速度とか経電数、これをきちんと、情報として、持っていけるという話ですね。あとクリップを細かく切って、それぞれ、GPX データの同期を取るといいんじゃないのという。で、そこで一つ問題なのが、僕の場合もともと最初のエディット、この解像度の縦長になっているこの AC800 の解像度を横方向に 1.5 倍に引き伸ばしたり、空ぐれしたりという、それをダヴィンチリゾルブでやってるんですよね。で、そこはね、ガーミンバーブエディットではできない機能なので、どうしてもダヴィンチリゾルブでやって、それを MP4 に書き出してということをやらなくちゃいけない。あとね、最初にこう猫のうちの飼い猫たちの動画を入れてるんだけども、そこにもメトリックスが重なってしまうという、これはあんまりよろしくないので、そうですね、やっぱりクリップを分割しておく必要があるかな。で、今これカンナナですね。大和陸橋だしそうです。ここなんか信号長いな。ずっと早稲田通り、
そう、それで、この上原さんからのアドバイスで、サイコン用のセンサー、これをストラバに直接、取り込めるものがあって、でそれがですね、ワフーというヤフーの偽物みたいな、サイコンのメーカー、まあ、ヘルスケア全般をやってるみたいですけど、そのワフーの、やつがいいのではと。で調べてみたら、これ iPhone に直接データを Bluetooth 経由で取り込めるんですね。で速度計とケイデンス、あの回す方ですね、回転数、これのデータを両方とも Bluetooth で、iPhone 側に送って、でそれでストラバにも、送信できると。でそれによって、より正確な、ログが取れるという話ですね。で面白いのがこれ、サイコン、最初はサーゲサイコンとサイクルコンピューターと、センサーがこう一緒になってるもんだと思ったら、センサー部だけ独立してるんですね。いや10年ぐらい離れてると、そういうそういうものに疎くなってしまっていたと。いや、いつの間にか時代が変わっとるんですなと。いやでもこのアドバイスもらっててよかったですよ。GoPro を使ってればその GPS で正確なログが取れるかと思ったら、必ずしもそうではないという話で。今荒い、ここ荒井薬師参道なんだ、参道前。新井薬師とか行ったことないけど、あ空が青い、ブルースカイブルースな。なんかこの道は青空に向かって走ってるっぽくていいですね。そう、そんなに高いビルがないからこの道が気持ちいいんだな。でこのまま真っすぐ行くと多分中野あたりに出るんだよね。ここは上高田、天神坂上らしいです。天神ってどこだ。
ここはやっぱり、この自転車レーンが復活してますね。自転車専用をガタガタしてるけど、この辺はお寺が多いのかな。で、早稲田通りってむちゃくちゃ曲がってんだよね、なんか。だから早稲田通りをずっと行って、いいことってのはあまりないみたいなんだけど。なんかこの辺からは混んでるのかな。ここはどこでしょう。お、なんか地下鉄があるのか、ここは。あ、落合ね。あなたはここは落合だと言うんですね。無理はしない、落合駅、地下鉄、東西線か。住所で行くと上落合2丁目。あ、ここで山手通りと交差してるわけですね。なるほどなるほど。
これで家から走った距離が10キロ。どうしようかな。もうちょい新宿寄りの方行ってみますかね。てか早稲田通りだから早稲田まで行けばいいのかな。ここも落合駅。で今坂を下って楽をしてるってことは後で大変になるってことなんだよね。確かに落合のあたりからこの山手通りと、でそこから新明治通りなのか。そう、目白通りと新目白通りの関係をこの間教えてもらって、結果的によく分からなかったんですけど。お、そしてここはどこよ。そこが小滝橋、うオッケーで、早稲田通りはこっちの方か。だいぶ足が疲れてきてますね。このくらいの距離で。
ここはなんかレオの、ジャングル大帝、の主人公であるレオのですね、パンジャの子、彼の街灯がついてますね。ここは虫プロがあったからかな。虫プロ、今の手塚プロ。自転車配送してます。でここが、信号信号。ここはだいたい高田馬場ですかね。うん、高田馬場三丁目。そう、高田の馬場にはダイナミックプロもあるから、手塚治虫の町にするか、それとも永井豪先生の町にするか、そういう争いはなかったんですかね。おお、ここはアトム。サファイア。で、ここが山手ライン。ついに来ましたよ、 JR。 ついにでもないか、吉祥寺には来たからね。ここまで来たからいいかな。じゃあ戻りましょう。高田の馬場駅を拝めたので、これから帰ります。この辺は、上り坂ですね。さっき落した分のツケがここで回ってくる。
とりあえず早稲田通りと山手通りが交差しているところ、あそこまで行って、で山手通りをどっち側に行けばいいのかな。右か左か。こう脳の中に地図を描ききれないですよね。早稲田通りが意外と走りいいっていう自転車にとって、楽できる道だなというのが分かったんで、まあそれは収穫ですね。で早稲田通りはそっち側なのね、そっちね。じゃあここは渡っといた方がいいのか。そしてここが小滝橋。あ、小滝橋じゃなくて大滝橋なんだ。バイク進入禁止。窓の下には神田川、三条糸満の小さな下宿。私の体を抱いて冷たい寝て言ったのよ。なかなかはダメなのよ。何も怖くなかった。ただあなたの優しさが怖かった。で、これで神田川じゃなかったら大笑いだな。自転車乗りながら歌うのってデフォルトなんですよね。今のおじさんも歌ってたし。あ、なんか空の青がさらにいい色に変わってる。素晴らしい。見てくださいよ、この青。
しかし初めての道で、この早稲田通りは曲がりくねってて、なかなかの難所ですね。ほとんど直角に曲がってるのに同じ通りだっていうのを主張するのはいかがなものかと。山手通りを右に行くと板橋に行けるの、これ。板橋行きたいんだけど、かみさんが育った町だから。で、山手通り、こっちが板橋方面で、こっちが左側が、初台方面、五反田も行けるんだ、これすごいね。どこまでだって行けちゃうね。結局ここはまっすぐ行くことにします。大平坦地、そうと空を見上げる。そう、アプローチしてると、ハートレートが取れるんですよね。で、今 125bpm 言ってましたね。
すげえと思ってんだ。しかし自転車通勤してた 5,6 年前と比べて自転車専用道が、まあレーンがだいぶ増えて、それはいいことだね。だけど こういうのが 200m ごとぐらいにあるのはちょっといかがなものかなと。そしてここはレーンそのものがなくなっているという。ここは中野なんだ。135 BPM。ハートレートに合わせて音楽を変えるっていうのを、ヤマハが、アプリ出してましたけど、今どうなってんのかな。ハートレートとかかっこいいこと言わないで心拍数って言えよって。ダイソー、ここダイソーあるんじゃん。しかも大型店。でもこの間光が丘のダイソーの大型店に行ったけど、600円の Bluetooth スピーカー擬的あり、これが見つからなかったんだよね。もう出さないのかな。まああまりに安すぎでしたけどね。
で、ここは荒井、荒井薬師があるところの荒井、野方ホープ軒ラーメン屋、こういった食欲には惑わされず、そのまま帰ります。野方警察署、警察署、すぐそこが簡単な通り、ここまでで17キロ。結構走ったな。
を舗装されたばかりの綺麗な道。こういう道ばかりだとね、もうスタビライザーの必要がない。お、なんか太鼓の練習してんのかな。青でした。もうだんだん足が回らなくなってきてる。で、自転車通勤やってた時はだいたい18から20キロぐらい片道で走ったんですよね。自転車通勤やることはもう二度とないと思うんだけど、フォトバスク7、帰り道。
いや、しかしびっくりなのは昨日のドリキンだよね。で、午前中にポッドキャストを突然回、始めて、で本編で2時間やって、でその後オキラスルームズで、しばらく遊ん でその後 YouTube ライブでしょ。いや本当おしゃべりにも程があると。まあそういうのに、おしゃべりな苦手な、僕も付き合わされて、まあ多少なりとしゃべれるようになって。お、中杉通り過ぎた。ここからは僕のテリトリーですね。知っている道。本天沼、あの天沼立教のとこかな、の天沼ですかね。お仕事の帰りですかね、救急車。今下井草に向かってます。
かし今日は風が結構あるせいか、ほぼ汗が出てない。再び戻ってきました。下井草駅の踏切です。では終わります。3